ハロー YouTube ニーハオヨークワンリンチューです。ですね、今日もですね、日中を股にかけた、駆け抜けるバイリンガルの僕がね、皆様に中華ニュースをお届けしようと思います。中華知らずは世界の3分の1を知らない。そして日本のマスコミは本当に偏向報道ばかりか、情報が非常に遅いので、皆さんぜひチャンネル登録とツイッターをフォローして中華ニュースを追ってみてください。はい、今日のニュースなんですけどもね、中国国内で数年前にね、なんていうの、大食い、日本語で言うところの、大食いの、動画とかね、ライブとかが流行ってて、まあ、それがね、非常に浪費だということで、まあ、ライブの世界から確か禁止されたのかな、ある程度制限されたと思うんですけども、ここで最近ね、まあ、ライブでね、一気飲み、大量にお酒を飲む、そういう生盗み、日本でいうとこの生主みたいなのが、たくさん出てきてね、社会問題に、なっております。要はね、たくさん、お酒を飲んで、食事しながらね、お酒飲んでるやつとかね、あるんですけども、まあ、食事しながらお酒飲んで、俺こんなに飲めるぜって自慢してね、それをね、ライブで、まあ、動画とかでね、みんなで見る、みたいなね、行為がね、流行っててね、まあ、そこにね、コメントして、みんなで楽しむといった、そういうね、くだらない、動画なんですよね。僕はね、こういう動画ね、まあ、あんまり面白いもんじゃないと、思うんですけどもね、なんかね、やっぱね、人間ね、ほら、なんつうの、動画ってね、どういう動画が流行るかっていうと、なんかね、動物園みたいなのを見るとね、流行ることがあるんですよね。レベルの低い人間を見て、あ、こんなにレベル低いんだって思ってね、それ見てるのはね、楽しいみたいなね。あんまりね、なんか真面目な話するとね、まあ、そんなにね、伸びないんですよね、動画のあれっていうのはね。まあ、例えば株とかね、本当に真面目にすると、みんな見ないっていうね、なんかが爆発したとかね、そんなんでね、そんなのの方がね、はるかに流行るみたいなね、そういった傾向があるんですけども、まあね、中国ね、特にその傾向ひどいですね。要はですね、まあ、お酒飲んでね、フラフラになって苦しいよとか、なんかそういうことをねしてるんですけども、まあ、動画編集できるんじゃないかということで、最近ではですね、お酒飲む前にね、まあ、だから倍以上あるじゃないですか、飲むと、若い女の子が身の回りから逃げていく、倍以上って、まあ、白酒って書くんですけども、そういうお酒があるんですよね。まあ、僕映画業界で勤めてるんですけども、だいたいこの倍以上に僕だけ触らないと、周りにね、女性スタッフとか女優さんがね、自然と集まってくると、そういうお酒があるんですよね。要はね、梅酒の匂いが嫌で逃げてくるんですよね。まあ、そういうお酒なんですけども、このお酒ってね、まあ、透明なんで、それ水なんじゃないかと、疑われることがあるんで、それをね、飲む前に燃やすと、まあ、度数高いよと、梅酒って50度ぐらいあったのかな、そういうお酒なんですね。で、まあ、燃やすということで、それで大体もう本当にね、ライブやると、まあ、5万人とかね、見れたりするんですよね。それで最近ではですね、まあまあ、女性のなんか生主とかも参加するようになってきて、女性、まあ、多分ね、可愛い女性数人でお酒飲んでるだけで、大量のお酒飲んでるだけで、173万人のね、人がそのライブをね、見てるみたいなね、そういった状況になっております。もちろんね、これね、体にね、悪影響があるんで、もうこんな動画ね、あんまり流行るべきではないと、僕は思うんですよね。それでね、まあ、これでね、これをね、制限しようといった動きがね、ちょっと見られてるんですけどもね、その走りがね、何だかっていうとね、中国史上、興行収入ナンバーワンの映画あったんですよね。ウーチンっていう、なんか僕はその彼はね、BBC の、イギリスの、ね、BBC の手先で、彼はですね、中国のイメージを貶めるために映画を撮ってるんだってね、僕は思ってるんですけども、そのね、彼の撮った中国史上、興行収入ナンバーワンの映画がね、ジャランアーっていうんですけども、ジャンラン、戦う狼って書いてね、ジャンランって読むんですけども、僕ね、意図的にね、発音、ずらしてね、
ジャンランってあの読むんですよ。ジャンラン、ジャンランだとあの戦う狼なんですけどもね、あのジャンランだとあのゴキブリになるっていうね、あのそういう、わざと言ってるんですけども、そのね、その戦う狼ね、あのジャンランの中に、主人公が梅獣を一気飲みして、ほらこんなに飲んだぜすげえぜってあのやってるシーンがあるんですよ。もうねこのシーンね、もう何のいい影響もない、いろんなね、なんかほらあれやっちゃダメだ、これやっちゃダメだとか、そういうこういうシーンはダメだ、ああいうシーンはダメだ、こういうセリフはダメだと規制があるのに、なんでこのシーンが規制されないんだって不思議なぐらいのね、あの要はね、あの梅獣一気飲みしてるんですよ。あのマオタイっていうあの中華 の、 あの現代アヘンであるそのマオタイ酒っていうのがあるんですけども、マオタイ酒っていうのがあるんですけども、あのそれをね一気飲みして俺はかっこいいみたいな、みんなもやらよみたいなね、そんなシーンがあるんですよね。まあね、やっぱねレベルの低い、人ほどね、あの一気飲み好きですよね。あのだいたいね、あの社会がね、あの発展していくほど、お酒がなくなることはねなかなかないんですけども、お酒はね、あの味を楽しむもの、雰囲気を楽しむものであって、そのアルコールの摂取量を自慢するものではありません。で普通に考えたらわかるんですけども、まあ、中国こういう人が多いんですよね。日本でいうと、まあ、飲み会でね、その一升瓶ドンって出して焼酎飲み出すような人間、もう本当にねアルコールの量で言うと、なんかこういう人間がねそこら中にいるんですよ。もう本当にね頭悪い、レベル低いって僕は思うんですけども、あとね、あのロシアでも、そのウォッカをね、ストレートで、飲むのはあのダサいおっさんの行為だというふうに思われていて、若い女性は嫌いみたいですね。あの若い女性はカクテルとかね、あのスクリュードライバーとかね、そんな感じで飲むんですけども、まあ、キモいおっさんはあれをストレートで飲むと。まあね、中国もね、あのキモいおっさんはあのストレートでね、この梅獣を飲むんで、あの若い女の子がね逃げていくわけなんですよ。まあ、それでね、あのどん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 ね、あの女子にモテなくなっていって、まあ、映画業界がね、あの衰退していくっていった、そういったね悪循環がね起こってるんですよね。絶対に海外の女子からは受け入れられない。まあ、海外の女子ね、海外女子っていうか世の中ね、あの、まあ、世界中の、ね、女の子で大体ね適当にあの、まあまあ薄めのコークハイとか、まあ、お酒飲むんだったらね、あのコークハイとかスクリュードライバーとかで、済むのにね、あの臭い梅獣でね、あの追い払うといったのこの中国人の習性ね、すごいですね。まあこれでね、あのまあ動画とかでもね、あの、まあ、梅獣ね、まあ、背景ダサいねこれね、本当ね、で飲む速度とか、あの量だけじゃなくて速度競ってるみたいなんですよね。どうやってるかっていうと、そのペットボトルに入れて、そのペットボトルを一瞬でギュッて絞って、あの素早く飲み干すみたいなね、そんな、バカなことをあのひたすらやってるみたいなんですよね。もちろんね、あの頭に悪いんで、あの知能が低下するんでね、あの、まあ、精華大学とか出てもね、あの梅獣飲んでるおっさんとガンペイガンペイってやってると、知能が低下してきて、なんかなぜかね利率が計算できなくなって、高額の不動産あの買わされて、あの、まあ、そのローンを払っていって、あの半導体すらね、あの開発できないバカになるっていう、そういった悪循環が起こるので、あの皆さんもねぜひ気をつけてくださいね。はい、今日のねこの動画がいいなと思っていただけた方はグッドボタンとチャンネル登録、ツイッターのフォローなどよろしくお願いします。それでは皆さん、リンチーでした。再见。